はい、リュウさんお疲れ様でした、はい、お疲れ様でございました。どうもさあというわけで、はい、放送も最後になりましたけども違うかよくそのギャグ使ってた昔ね。それでどうにか客を引こうとしてたのもうバレちゃった、長いことやってる。本当にそうだったからね。あ、そうだったの。本当にそうだったらしいですよ。あ、そうなの、うん、まさか、うん、なんか今リリーさんの番組も、うん、相当うんこちんこですごいらしいですから。あ、そう、はい、やっぱり2時間の中に何言葉入れていくかが勝負になってきてるからね。何言葉の子でね、子がね、何個が何個が勝負になってるからね。あれはどうなんですかね。うんが1ポイント、チンが2ポイントみたいなのあるんですか。うんはそんなにそんなにあれでしょ、高くないでしょ、ポイントは。やっぱり僕最近ね、ヘルシアっていうの飲んでますよ。知ってます？お茶で体脂肪が気になる方へっていうやつ知ってます？分かった。知ってます？ヘルシアってカタカナで書いてある。ヘルシア、そりゃそうだよ。ひらがなで書いてあるわけねえじゃん、ヘルシアなの。マルシアじゃないんだから。高いよ、あれ。え？高いでしょ。180円。だよね。高い高い高い。あれはね。でもそんな細いのに、どうしますか、それ以上。やめてくださいよ、そんな。ちょっと小豚の俺を。そんなからかうのやめてくださいよ。あれを飲んだら、いや、ほら、人間ドック行って脂肪が多いから良くないって言われたから飲んでみたんですよ。まずいんですよ。まずいんですけど、でちょっと高いんですよ。高いんだけど、あれですよ、テトリスやってるみたいな気になるんですよ。あれ飲むでしょ、はいはいはい、だったらね、ガクンってこう、うんこがバンって下に落ちていくんですよ。で、うんこが4つ揃うとドーンと出るんですよ、全部。わかります？感じ。そんな感じになるの？腸の中がテトリスみたいになるんですよ。はいはいはい。ぷよぷよでも OK。ぷよぷよでもいいけど、うんこが4つ揃うと、下に揃うと、ドンって言って、うんこが出るんですよ。ほんで、2個で1個空いて、飛びで1個うんこあった場合、縦にうんこがドーンと刺さって、4つ並びになってドンと落ちるような感じになるから飲んだ方がいいですよ。あ、本当に？あ、そうじゃない、トイレ行くと、お、4個落ちた、うん、4個落ちた、あ、4個落ちたら上に乗ってたやつが横行って、横が横並びが並んで、それも落ちた、それドンドンドンってほら消える。あれ気持ちいいよね、ポイント高いし。気持ちいいですよ。ヘルシアはその効果がありと見た。あ、うんこが4つ並ぶ。いいんだ、脂肪よりもどっちかっていうとお通じがいいの。3-1だったら縦に挟んだ方がいいよ、うんこ。あ、うん、そうだよね。縦に来た、いつまでもでも縦に来るのを待ってると開いちゃうから、そこが。そう、開いちゃうから、ね、そこガス溜まっちゃうから。長いやつしなきゃなんなくなるでしょ。スコーンと。その代わり10連ぐらいでバーンと消すのはいいけど、あれは気持ちいい。あれ気持ちいい。あれは相手に打撃大きいからね。便器に打撃大きいから。ちょっとね、うんこテトリスっていうのはね、これからゲーム界いけると思うんだ。ほんでこう飯を食ったりして、いろんなもん食って、中でこうできてくるわけよ、うんが。ほんで細いの切り出したりすると、ドンとこう入ったりするのどうかなと。そうだよね。で、俺のメモ帳にはうんこテトリスって書いてあったの。ほら、僕のほらネタ帳だから、これネタ帳にちょっと言ってみたね、今日の一言。そうだね、今日のコラムだから。今日のコラム。あとね、今日のコラムとしてはね、あれはちょっと考えてください。この番組も考えなきゃなんないなと思ったことが あったんですよ、はい、松井っていう人いるじゃないですか。メッツでした、はいはいはい、新しい松井稼ぎ頭の人、はい、あの人はなんでゴジラって呼ばれないですか。リトル、せっかくゴジラって1代目が言われてるのに、2代目がリトル松井じゃ変でしょう。まあせめてミニラ。ミニラ、ね。せめてミニラ。頭の漢字でアンギラス。どうでしょう。アンギラス。ほんで、それももう外人に分かんないような会場の名前にして、日本から送り込むのはどうでしょう。はいはいはい、もう日本ではこう呼ばれてんだっていう。破れ傘。破れ傘。当主じゃないですか、これ。そうそう。そうやって今後ほら、どんどん外国に、メジャーリーグ出ていくじゃないですか、いろんな。もう先にあだ名をつけとくんですよ。日本から。出そうな人をね。あいつ出そうだっつったら、この番組でもうあだ名を決めとくわけ。もう、大魔人がもう戻ってきちゃう。戻ってきちゃう。逆輸入ですよ、もう。大魔人ってよく漢字で書いた時に、大魔人って書いてる間違いの人が、神様ですよね。あれもほら、逆輸入されて大魔人またこっちに戻ってくるわけだから。
これから行きそうなやつを言ってもらえるとここで名前つけてもらえる。マジ言っとかないといけないから、ね、怪獣名とかその破れ傘とか、はい、そういうあだ名をつけといて行っとこ行っとこ。あと誰だっけ、うん、今ヤクルトかなんかの人も行こうとしてるな。ピッチャーの人誰誰誰、いやそうだよね、高津、そうそうそう、高津クリニックだ。じゃあクリニック、あだ名クリニック、クリニック、なんでクリニックだろう、怖い怖いクリニックって言わせる。そうそうそう、空港行ってね、もうケネディ空港とかで、そうそうそう、わーいクリニック、日本も応援しに行く人いるじゃん、たくさん、うん、クリニックって書いたやつをみんなでこれ持ってこうわーってやってたら、いいね、いつの間にかクリニックになると思うんだけど。クリニックいいね、うん、ほら先週緊急会議した通り、はい、ついに久住正幸が頂点に出た。おめでとうございます。おめでとうございます。よかったよかった。いやーよかった。ほんとよかったね。ほんとよかった。ほんとよかった。ほんで、ほっとした。ほんとに素人以下の顔をしてたことがおかしかったね、あれ。いやね。ちょっと映画見てたもんね。もうあれね、見た人みんなくすみくん見たと思うよ。あの時知らなくても。誰も見てないもんね。見てないでしょ。見てない。だってね、どっちかっていうと、あの画面の中で一番いい味出してたのくすみくんだ。出した。だってまるで喋ってるようにニコニコしてたでしょ。俺も相棒かなと思うぐらいな、なんかコンビ感出てた。あとね、一般の人は、円楽危ない円楽危ない、ああ、そうだね。この男なんかやろうとしてる。チラチラ見て。挙動不審だったよね。うん、だって、こう、左肩でさ、円楽をグイグイ押してたでしょ。で、見切れないように必死に画面に入ろうとしてたよ、あの男。一人だけこう、中心線がずれてたじゃん。みんな堂々としてるのに一人だけずれてるし、みんな視線を、誰も動かないのに、おろおろおろ、円楽チラチラ見ていつ突っ込むかなっていう感じで、そういうアリみたいな人たちをこれから見つけていくコーナーも作ろうよ。あの人が、あの人があの番組で見切れてたら面白いとかっていうコーナーしたいんだけど、見切れてるコーナー、見切れコーナー、見切れコーナー、見切れコーナー、昔やろうとしたものね、うん、よくね朝の番組とか行ってみようかな。今日ちょっと伊藤聖子と電話喋って、うん、見切れの話してたんだけど、うん、もう安西さんは見切れてももうダメだっていうことになったんだ、うん、安西さんはもうダメだっていうことになって、いやもう見切れ人生だから、あのくすみライン、あのくすみラインがいいんですよ。くすみ君の場合は帽子かぶってないとかさ、うん、いろいろいい状況があったんだよね。あるある、顔もいいんだよ ね、 ね、もうよく落書きできるスペースがたくさんあるんじゃない、顔に。あと、ね、妙に普段着だったでしょ。普段着だった、ね。うん、だからそこのね、この人がこの番組で見切れてたら一番いいっていうのをちょっと決めたいんですよ、大将。そうだよね、第二のくすみを育てようっていうコーナーなんですよ。もし商店に、あの席に普通に三浦くんがいてたら、うん、ダメだね。ダメでしょ、面白くないでしょ。こう、コートとか着ちゃってるでしょ、毛皮のコートとか着ちゃって。長髪とかダメでしょ。ねやっぱり、ツルッとしてないと思うんだ、ね、あの感じなんだよね。また肌色が良かったね、肌色が。ぼやけた感じが良かった。すごく良かった。なんか全体に肌色だったんだよな。良かったよな、あれ。ああ、良かった。あんなことは、本当に、宝くじ1億円当たるぐらいの確率だからね、あんなこと。でもね、商店ね、30分分笑っちゃったから。そうでしょ。うん。そうでしょ。俺も30年分笑ったもん。そうでしょ。そうだよね。もうだから、あのコーナーが、あの後、ノブ&フッキー。ノブ&フッキー。ノブ&フッキー、ちょっと影薄かったもん。ノブの方がおもろいもんだって。もう汗だくになって頑張ってやってたけども。くすみくんの方が面白いなと思ってチャンネル変えちゃった。通常ならノブ&フッキーなのに、なんで正月番組だと思ってノブフキブラザーって。そうそう、張り切っちゃってんだよ。そうなんだよね、張り切っちゃってるよ。 あれはもともとノブ&フッキーが正しいの。でも正月番組だと思ってバックバンドつけてきたんですよ。だけど外されてくすみの方がトップだったっていうことですよ。右が後ろのさ、右に立ってた人がさ、ズラかぶってたじゃん。はい、かぶってた。俺この人本当なんかどうなのかなって思ったら、もうすぐ始まってからネタに なっちゃったじゃん。はい、でもなんかあれでがっかりしちゃうんだよね。ものすごい辛口じゃん、批評。めちゃめちゃくすみくんの方が面白いやと思って。で、あとは今度は、今後くすみくんを今後どの番組に出そうかっていう計画も、どこに差し込もうか。差し込もうかもあるよね。こっちで逆にどんどん応募しようか。来てくださいってあんじゃん。徹子の部屋とかさ、なんかいいと思うとかさ。ね。手叩いたりする役ね。うん、あとパネルクイズとかさ、あれもこれ、応援団とかいるじゃん。25話。ね、OK だ。パネルクイズは後ろもう全部映るわ。でしょ。全部映る番組は とりあえずそう調べした方がいい。うん、いい。あれこう、はがきとか、下にこう出るじゃん。出る出る。ロールで流れるじゃん。流れる。あれ、これからチェックしよう。チェックしよう。あれ、どんどん出そうよ、この番組から。送り込んでいこう。送り込んでいこう。いやー、これでよかった。あー、よかった。これでくすみくんのね。
あのホームページに書き込んでた人たちもね、うん、少しはね報われたでしょ。多分すごい増えたと思うよ、うん、今まで以来ないことだと思うからね。なんか今週も出るらしいよとか言っとくと面白いんだよね。出ねえじゃねえかってまた言って、くすみがこの間この番組の後にもう恥ずかしいよ出ねえからっていう本末転倒だと思ったね。それは初め出たから恥ずかしいって言ってたのに出ねえから恥ずかしいになってるっていうの人って変わるもんだよ ね、 ね、そうだよな、はい、というわけで、はい、それでは早速参りましょうか。まずはこのこんな、はい、セックスのビーチこのコーナーも、はい、1回目からやってるでしょ、ひょっとして。そうだよ、このこれこのコーナーだけじゃないですか、ひょっとして1回目からやってんの。俺は三浦島兄の、はい、たっての希望で、俺のライブラリーから聞かせたいんだと、はい、まあ言ってたね、上達也みたいな言い方してた、はい、俺のレコードだからとか言ってた昔は。でも俺のレコードも限界あるわ、そんな限界なだだよ、俺も限界なだですよ、俺もダジャレでごまかさなくても。俺もうそのためにわざわざ毎週事務所で毎週点検しなきゃなんない、はいはい、CD 棚を、はい、ほんで、あーいいの出たっていう時はもうやったと思って毎週来てるけど、もうその次あると限らないから。そうですよね、無理やり頑張ってるわけですよ。いや、それはまあ、冗談ですけど。そうでしょ、本当は言いたいことがいっぱいある。そうでしょ、そうです、そうです。変だなと思ったんだ、今。ちょっと弱気だった。ごめん。全然そうでもない。これはほら、普段、普通の人だったらそうでしょ。そうですね。ね、普通だったらそんな限りある資源の中で探すわけですから、はい、そんな面白いネタが見つかるわけないと。ないと。普通は思っちゃいますね。スーパーマンだもん、これはスーパーマンだもん。なん、ザックザクです。ザックザクあるわけですよ。ほんで、はい、童貞初心の人たちにも教えなきゃなんないこと、たくさんあります。たくさんあるんです。ありますよね。はい、まだ一部ですよね。まだ全然一部なんですけども、はい、今日はこの番組の中でも、マイ・フェラレイっていう、こういうのありますよね。はい、F の悲劇って言うんでしょうか。はい、F っていうのがすごく男たちの間で話題になっていたり、はい、やっぱセックスと同列に扱われるのがフェラではないですか。どうやら。ね。はいはいはい。ほんで、やっぱり、経験値浅い方は、やっぱり、棒の方をですね、はい、馬か棒の方を中心にものを語ったりする場合がないでしょうかっていう話なんです、今日は。多分ですね、はい、顔を近づけると。はい。はい、棒がまっすぐこっちを向いてます、ね、攻撃してくるように向いてるからね。はい、向いてますよね。まずは。やっぱり、倒れてきたマイクでもバンとマイクから掴みますもんね。そうですね。はい、そういえばね。思わずね。思わず。はい、でも、その女の方が、その、左往の部門ですね、はい、ここは裏筋がいいとか、はい、尿道口がいいとかっていうことで、はい、こう、勉強してもらって、男の人が喜んだりするということありますけども、ちょっとやっぱり経験値を積んで来られた方の中には、棒だけじゃ、ちょっと辛抱たまらんみたいな人もおられるでしょ。はいはいはい。棒はもういいと。もうポールはいいと。ポールはいいと。ポールは置いとけと。ポールは置いとけと、うん。ボールにしていけと。ボール。あ、ポール&ボール。ボール。わかりますか。いいフレーズ見つけたみたいな顔しないでくださいよ。今。もう。ジャニス・ジョップリンで言うとこのボール&チェーン。ボール&チェーン。ね、はい、いい曲ありました、ボール&チェーン。ポール&ボール。ボールね、やっぱりピタポール&ボールね、やっぱり上級者になるとボール、マイボールをきれいに磨きたいっていう人が多いでしょ、はい、そんなことないですか。ボールそのものっていうのはですね、はいはい、難しいですもんね。そうです、非常に扱いが、扱うのはね、そこは難しい。いわゆる一番、はい、打撃に弱いのもボールですよね。さすがエロフェッショナル。さすがです。さすが。いつ俺がエロフェッショナルになったんですか。扱い難しいですよ。あそこは難しいですよね。そうですよね。多分。ね、ポールの方は、はい、よく劇薬注意って書いてあります。はいはいはい、ね。そうです。中から取り出す場合は、危ないですか？危ないです、はい。うん、危険です。はい。下の場合は取り扱い注意。そう、うまいこと言いますね。もう、もったいないな。なんかもったいないな。ね、なんか、上は激薬注意。はい。下は取り扱い注意。いいです。二度はいいですから。ありがとうございます。
でしょ。はい。でもあそこはあそこをボールの方をこうすればいいって教えた方が今までいたでしょうか。はい。この番組から発信しないと誰も教えてくれてないんじゃないでしょうか。それはハウトゥーセックスにも書いてあるよね。書いてないですよね。あのポールの方はこうやると男の人が喜びますっていうことはありますか。むしろボールを飛ばしてアナルの方に、はい、あ行きますよね。関心がいってたりしますよね。世の中的には。そうでしょ。ね、その間にあるボールを差し置いて、差し置いて、ちょっとごめんよってこう、のれんをこう、ね、かきまくるようにして、アナルに行かれたりする場合がありますよね。大体、ボーリングでもピン倒すにはボールがいるわけですよ。ちょっとなんか、ね、今日は五六多すぎませんか、五六。そうね。そう。ね。あれをどれぐらい強さで触ればいいのか。はい。ね。どれぐらい噛んだ時、どれぐらい皮を伸ばしていけばいいのか。どれぐらい奥に、玉と皮の間、はい、どこまで歯を差し込んでいいのかっていうことでしょうね。難しいですね。難しいですよね。デリケートな問題ですね。ね。これは、解決法が一つありまして、家に小動物を飼うっていうことですね。小動物を飼うっていうことが、やめてくださいよ、ちょっと。小動物のまさか。いや、猫とか、犬でもいいんですけど。え、まさかそれを、はい、それで試すんですか？もともと、小動物から来た甘噛みっていう行為があるじゃないですか。ね。それは性の、世界にも昨今入ってきてますよ。ちょっと甘噛みでっていう。甘噛みでっていうのあるでしょ。甘噛みでって本当に言ってんすか？どう言ったらいいの？あれ甘噛みって言うんですか？甘く噛むって、甘く噛む。甘くでしょ？甘く。スイートに。スイートバイトですね。スイートバイト。スイートバイト。甘噛みのことを、さあ、男の人は女の人にどう伝えれば伝わるんでしょうかっていうことを、今日はトム・ジョーンズさんが歌って聞かせてくれます。それでは聞いてください。サンダーボール。これ007サンダーボール作戦のテーマ曲でございます。サンダーボール作戦のサンダーボールっていうのは、あれですか？雷。雷玉でしょ。雷起こしが、丸くなったやつのことですかね。いやいや、そんなもんで戦ったりはしないと思うんですけどね。地雷ですか？あ、かもしれないです。なんかそんな、よく俺小学校以来見てないからよくわかんないんですけど、いや、好きな映画だったんですけど、はい、僕ね、これよりね、一作目かな？一作目。はい、00危機一髪の、はい、一作目で、ウルスラ・アンドレスっていう女優さん出てるんですよ。はい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 、ウルスラ・アンドレス。それを、その人が、浜辺でね、うん、白い水着てんですよ。はい、んで、こう、細いベルトもして、うん、ナイフがこうぶら下げてるわけですよ。でボンドと喋ってるんですけど、うん、そのウルスラさんの、水着がね、うん、クッと食い込んでるんですよ、うんうん、ものすごくすごく食い込んでるんですよ、ものすごく食い込んでるんですよ、うんうん、一山あるなぐらいな食い込んでるんですよ、うんうん、ものすごい食い込んでるんですよ、うん、俺も小学校の時その食い込みでピーンと来ちゃって、うん、小学生が、僕小学校の時それ見たんですけどね、なんであんな食い込んでんだろうと思って、でそれがもう大好きになりました、その食い込んでるスチールとか集めたりいろいろしてたんですけど、もし皆さんもよかったら情報をお寄せいただきたいんですけど、あの映画のあの女食い込んでると、うん、あ食い込んでるでしょ、食い込んでる、食い込ん美女、食い込み美女食い込美女、食い込美女、今どこどこのヤンマガのグラビアのあの子食い込んでる、ひどく食い込んでると。いるよね。いるでしょ。ものすごい人いるでしょ。昔でもよく食い込んでたよね。昔のグラビアってよく食い込んでたよね。最近食い込んでないのはやっぱりサポーターみたいに下に履いてるから。昔って直だったかもね。直だよね。だからそのウルスラさんも直だと思うんだ。最近ねグラビアではね、ナユタハルカさんっていう人がいるんですよ。その人はいいパンチ入ってる。クーってパンチ入ってる。ナユタさんね。ナユタって多いって書くんですよ。ナユタさん。とてもじゃないけど書けない。書けない人ね。ハルカさん。うん、ね。あの人パンチ入ってる、はいはい。入ってる入ってる。山出たでしょ。あの人かなり山来てるよね。丘って言った方がいいのかな。丘か山、ね、まあ、どっちでも取れるけどね。それは。だから、緑川のり子さんとかね、はい、まあ、インディン・オブ・ジョイともそうだったけど、うんうん、去年まではね、開きブームだったんですよ。はいはい、足を開いてきた。はい、ほんで、あ、来たなと思ったんですよ。あ、お開きが昔は悲しいブームだったのに、はい、開きが嬉しいっていう新しいブームが来たじゃないですか。うんうん、グラビア界に。はい、股を開いていこう、うん。次はね、食い込みだと思うんですよ、俺。食い込みか。今年ちょっと予想しますけど、食い込みは捕まんないもんな。食い込みは捕まんないです。食い込み捕まんないですよね。食い込みは大丈夫だと思うんですよね。大丈夫ですよね。大丈夫だと思うんですよ。かなり食い込んでても大丈夫ですよね。はい、
今年の食い込み美人をちょっと募集させて。そうか、でももう開きは終わりですか。開きはね、そろそろ、ね。お開きももうちょっと味わいたかったな。もうお開きっていうことになっちゃってるんですよね。そろそろ。うまいなっていうことはもう、はい、このコーナーもお開きでよろしいでしょうか。はい。というわけで、こんばんもノブ&フッキーの2人で。ノブです。フッキーです。新婚のお待ちどうさま、いよいよスタートです。はい、ノブ&フッキーの J-WAVE TR コーチューブ。はい、この後、はいよ、この後のですね、はい、いろいろコーナーなどのご紹介を、はい、メニュー紹介をさせていただきたいと思いますが、はいはい、今日もですね、だいぶ来ておりますが、はい、まだまだ、まだまだ間に合いますんで、はい、今からでも。だって俺の目を、俺登場してるわけじゃないですか。はい、言ってくださいよ。工藤勘九郎さんっていう人も、はい、どっかのラジオの、はい、あれですよ、はがき職人をやられて、あ、そうですよね、いっぱいなられたわけですから、はがき職人の道はすごいことになりますよ、今は。うん、第二の勘九郎さんになるべきですよね。べきです。べきです。はい。はい。べきですって言ってんのも変ですが、お願いしますよ、本当に。というわけで、まずは進行内からのご紹介、放題移転後まで変わりまして、こちら、想像シネマ、見るならこれでしょ。うん。これはもう見ないでも分かったと。うん、もうストーリーが。うん、こんな映画に違いないと。タイトルで分かったと。もうタイトルで、よし分かったと。新垣浩介の横にいるおっさんみたいに、よし分かったと。知ってる知ってると。うん、で、それを、送ってもらって、短めに、はい、ピアの解説ぐらいな、はいはい。ピアに乗ってる解説ぐらいな短さに送ってもらって、これを読んで、安西さんがこれなら見たいと。うん、この映画をなかなか腰の重い男が、ついに行ってみるっていうコーナーでございます。はい。本当ですよね。本当に。まだ見てないですからね。いろんな映画をね。はい、いろんな映画をって。安西さんは、どうなんですか？今までで一番好きな映画は何なんでしょう、はい、今まで一番好きな映画はですね、はい、僕ね、その前にちょっと振りたいんですけど、はい、誰かがゲストに虎ノ門に出てて、はい、で誰かが僕の好きな映画はって語ってたんですよ、伊藤さんとか出て、はい、虎ノ門ですよ、はいはい、その時に勝俣さんが横にいて、はい、僕はあれが好きですってそのゲストの方が言った時に、はい、ロッキーはって言った時にすっげえおかしかったんだ。なんかすごくおかしかったんだ、それが。なるほどね、当然ロッキーは1位でしょくらいな、その勝俣っていうそのキャラが、はい、物出しになっててすっげーおかしかったんだけど、醤油ラーメン持ってた時、俺のイメージは豚骨だろっていう、それが当然のように、ロッキーはって言った感じがすげーおかしかったんですけども、いい、ね、やっぱり世の中にはロッキーが1位と、ロッキーが1位と、人生の中で1位と思ってるバカな人がいるみたいだから面白いなーって。ロッキーはいいじゃないですか。あ、そうですか。僕は眠れる森の美女ですね。あら、またひねってて、ひねってるわけじゃなくて、あら、一番アニメですね。アニメですよね、はいはいはい、子供の頃に見て、うん、しばらくは本当に怖くて映画見れなかったですからね。あら。あと、アンジュとズシオっていう。知ってますよ。アンジュとズシオって、あれもアニメですけど。そんなの、野外でやってた映画でしょ、あんなさん。野外じゃないですよ。よく野外で青空教室の時、野外。野外に出る前の映画館でやってる頃見てたんですか、アンジュとズシオって言うと、誰ですか、やってるの。アニメで誰でしょ、アニメ。アニメですよ。アニメの方ですよ。東映のアニメですよ。黒いタッチの。そうそうそう。コロコロした犬が出てくる。スタヤにもね、ありましたよ。それ幻のビデオみたいなやつ。あ、そうっすか。うん、ありますよ。今でも。アンジュズですよ。あれはもう泣きましたね。日本ともアニメじゃないですか。そうそうそう。アニメっ子じゃないですか。っていうか、親がアニメしか見せてくれなかったんですよ。ずっとその、その後の人生もアニメしか見てないんですか。いや、ゴジラとかああいう恐竜ものとか怪獣ものとか見に行きたかったんですけどね。やっぱアニメしろって。アニメしろと。ほんで、安西さんは、代々木のアニメーション学園に行ったんですか、そうそう、声優科ですか、で、名前も安西アニメにされてね。なるほどね。そうなんですか。アニメがやっぱり一番強烈に残ってるってことですか。いや、映画はね、やっぱり、なんか、うん、ちっちゃい、テレビで見てるのと、はい、でっかいので見た時の差が、一番強力だったのは、アニメだった。アニメだったですね。やっぱり。俺の中ではですよ。すごい。あ、だから、すごいダサい話ですけど、ね。ニモとかを誘ったりしてたんですか、俺。そうです。ニモ一緒に行こうと思ってたら、うん、先行っちゃったじゃないですか。いや、先行っちゃったところが、一回なんか飲み屋で言ったら、いや、三浦君行ってよ。三浦君行って聞かせてよって言ったから、あれと思ったんですよ。俺ね、人にね、そういう話聞かせてもらうの好きなのよ。寝る時に子守歌みたいな話を聞かせてもらう。ほいで、そ
それで想像するのがまた好きなんですよ、うん、安西さんはだから眠れる者の美女、アンジュと寿司を、うん、レックス恐竜物語しか見てないじゃないですか、うん、見てない人生で3本しか、ね、ほぼ全てアニメって言っていいですけどね、 そ, ねそんなことはないんですけどね。1位がそうか、意外でしたね。しゃぶれる森の美女が1位ですね、やっぱり。しゃぶれる森の美女と2本あった場合どっちが好きですか？今はしゃぶれるにもちょっとっもうやめてよ、しゃぶれる森の美女っていうのは森の美女だよ。森の美女怖いじゃん、森の中であんな樹海みたいな。どんな映画なんですか？あの知らない方に、まあなんかあの小人さんが出てくるやつじゃなかった？あの違いますけどね、なんかまあ同じような白雪姫みたいなのようなストーリーでございますけど、はいはいはい、ただその途中でお城の中での片折りのシーンとかですね、そこをこう影でこうなんかあの魔女の人たちがやってるのとか、そういうのがねすげえ怖いんですよ。あと周り階段のところとかね、こうやっと上がるところの影がなんなったりとかするのが非常にね、子供としても怖かったんですね。だから今日はほらあの恐怖映画ってことで、恐怖映画着信あり、うわ、はい、あの秋元先生のあの原作の着信あり、よくコマーシャルやってますよ。はい、見ました。あんだけコマーシャルやら当たるなと思って、くっせーなーと思ってるんですけど、どうでしょう。ですよね、うん、どうでしょう、どうでしょう。あの一般局の、はい、いわゆる民放の方の地上波の方では、はい、なかなかあの、はい、ID&TT のコマーシャル見ないんですけども、ね、BS では、ね、とかあのなんかあの、はい、スペシャルのあのチャンネルとかではやってますね。ほんで柴崎浩さん、そうですね、当たるよな、当たるよなって感じですよね。怖いものっていうの見たくなっちゃうんだよ、ね、怖いもの見たさから、ね、けどね、怖いもの見たかとか吉祥にもない人でっていうのね。うわ、怖い見たかとかけてんの。というわけでですね、今日の、はい、そのお題は、うん、着信あり、ね、着信ありはもうこんな映画に違いないと、はい、うん、いうあのストーリーを送っていただきたいと思います。3日後の自分からの着信、残されたメッセージは死の予告、あなたの携帯にも死が届く。血が届くなんて、ポエム読まれたら嫌だね。そうだね。死のボクシングみたいな嫌だね。うん、恥ずかしいからあいな見てる。いいじゃないですか。レフェリーがもういいですよ。まあいいですけど、でも。はい。というわけで、そして二つ目はこちら、ザ・セイロン。ゲロ、はい。もうそろそろ、本人も着手しなきゃなんないですけど、皆さん考えてる、もう本当に正しいと。成人式は暴れてもいいとか、そういう正しい。正しい、うなるぐらいな正しい意見をビシッと送ってください。お願いします。はい、そして3つは男女が真剣に理解し合うためのコーナー、マイフェラルディ F の演劇。これはあの女性の方の方からですね、はい、あの男性のこういう苦労もしてるのよ私たちという ね、それで夢を与えてくれるコーナーでもありますね。はい、はい、あの女の人を語って男の人でも語れるんで、どこまで、うん、語れるかも勝負してみてください。いいでございますね。並びにこのコーナーではエロエロなぞなぞ、私だったら正解できると女性リスナーも募集しておりますんで、はい、はい、そして4つ目はこちら、懺悔告白のコーナー、三浦淳の天使のいたずら、はい、死んだらどうなる、死んだらどうなる、彼女が死んじゃった安西はじめ、はい、あなた見ました見た、なんかそういう気になって見ました、うん、ボケた男の役でした、大丈夫でしょ、なんかぼーっとしてる人いい感じだったでしょ、やりちんでしたよ、でしょ、割とやりちん、完全に俺モデルだって言われてるんですよねそこまで振ったわけじゃないんですけど、言ってませんけど、もう、うん、おい、いつ俺があの歯ブラシぶら下げてたのを見てたんだろう、あのダンスね、安西さんも昔やってましたから ね、 ダンサーでねダンサーであのちょっと一世風靡しましたもんね、いろんなダンサーやりましたからね、一世風靡セピアの左から2人目でしたよね、向かって左から、昔はね、ね、昔はね、初期の頃はねやってましたもんね、ダンサーやってどこだよそういう役でしたね安西さん、いやー、はい、あれは笑いました、あのたまたまですけど、はい、今あのうちの事務所の、うん、あのにロケが来たんですよ、たまたま、はい、なんか彼女が死んじゃったのロケ、彼女が死んじゃったのロケが来てました、え、もう笑った、どういうことなんですかそれ、いや全然関係ないし偶然ですけどね、偶然なんですか、偶然ですよ、出て行ってもいいわけでしょもういやだから出られる権利ありでしょ、見切ってください、顔見切ってくださいよ、木村吉野さんと本庄まなみさんが来たんですよ、見切ってくださいよその横で安西さんの顔、ちょっとでも寒かったんだ、そう、ちょっと肩エラ出してくださいよ、見切ってくださいよ画面にもうなんとか出たかったんですけどねもう思い出じゃないですか、もうなんかね、プロデューサーも僕とか出たらウハウハじゃないですか、美味しいよね、やっぱり素人がね出てたら、い
いいですかね。なんだ。あの、俺ね、2月だったっけな。忘れました。1月だった。まだ言いますけど、はいはい、あの、スタジオパーク、はいはい、NHK の、はいはい、あれまた出ますんで。あ、そうですか。あれね、一般の人がずっと並んでるところをワークくぐっていきますから、はい。見切れますよ、皆さん。やった見切れますよ、あの日。あれで行ってもいいんですか？あれね、中は、スタジオの中はなんか入る人決まってんすよ。抽選かなんか知らないですけど。その外にいるのは見切れるんですよ、あれ。あの、中にいる人たち見切れぶりなんですよ。年齢高いですよね。高い。あの、このその中にいるゲストの方を全く知らない人がほとんどですから、この中にいる方は。あの、見切ろうと思って。見切れたい、見切れたいブラザーズ。見切りたい。あの、スタジオパークは見切れます。見切れたい。ものすごく見切れます。はい。そうです。あれはどうやって応募すればいいんですか？あれは NHK 行けばいいんじゃないですか？この。当日？パークの前にいれば、見切れますよ、あれ多分。あ、そうか。うん。あそこなんかロープ貼ってありますもんね。うん。俺も、その日はもう、思いっきり切っていこうと思って。あ、そうですか。うん。あれ、握手してってくださいよ。あ、わかりました。わかりました。やらせていただきますので。はい。いつだ？照れないでくださいよ。はい。いつなんですか？生放送ですから。また言いますわ。忘れました。また近くなったら忘れました。くすみくんと行きますね。はい。安西さんも見切ってよ。ね。タイミングって。いいなぁ。NHK 久々に行ってみよう。はい。いやー嬉しいなぁ。というわけでですね。はい、そして、そしてこのコーナー忘れちゃいけますね。5つ目が、下ネタなんでだろう。あ、ありますね。やるたびに増えていくのはなんでだろうということで、もう、たくさん来ておりますわ。もう、そろそろこのメロディーにも飽きてきた。学校じゃないですか。もうそろそろいいだろうっていう感じなんだけど、まあ、来る限りやらないと。それ、そろそろ本家の方からもうなんかのリアクションがあるだろうと。うそろそろあるだろうと思ってるんですけどね。はい。まだ、もう、まだまだ飽きるまで、はい、怒られるまでやりましょうね。はい、頑張りましょう。新聞ネタなんでだろうもよろしくお願いします。はい、ということでですね、先週、番組の中では、うん、あの、着信ありの方の、うん、あの、告知をせずに終わってしまいましたんで、ね、あの、着信ありの方は。着信しなかったわけですね、はい、こっちが。そうなんですよ。はい、着信ありの方はですね、うん、今日はたくさんプレゼントも、ほどほどに来ております。雨と文庫本と、こういう、なんか、フレッシュみたいなやつですね。はい、紙ですね。ものですね。雨と紙と本ですね。はい。雨紙本。はい。というわけでございまして、着信ありの配給会社、東宝株式会社の上田美和子さんのご紹介でございます。よろしくお願いします。安西くんがそこでチンコ見せてますっていうような、ホームルームインになるような感じが割と真面目な。ピリッとした人だ。ピリピリッとした。悪に対しての立ち向かう人だと思う。ちょっと待ってよ。悪っていうのは俺のチンコなんだ。すごい例えだね。もうあれは、善悪で言うと、どっち？ね。善玉ヒーローなのか悪玉ヒーローなのかどっち？どっちなんだろうな。あれはどっちなんですかね。まあ、色は黒ですよね。子供のうちはさ、善だよね。善だよね。だって、この間もなんか温泉巡りしてるさ、TOKIO のメンバーのところに、あの、子供が、あの、入浴してくるのに、もう、顔の横にチンコ丸出しだったからね、子供の。テレビに映るチンコは善玉チンコだね。でしょ？だから子供のは善でしょ。そうだ。悪だったらあれ、ぼかしが入るでしょ。そうだよね。だってその証拠に TOKIO の人たちは、ぼかしが入ってたもん。悪玉チンコだ。うん、多分。TOKIO は悪玉チンコだ。特に城島さん。いや、城島さん。お願いしますよ、いいじゃないですか。俺、あの人好きなんだよな。城島さん。あの人だったら俺、リーダーって呼んでもいいような気がするんだ。城島さん。ね。もう、目のところに10円玉何枚も挟まれるぐらいな感じになってるから、いい感じになってる、城島さん。いい感じだよ。もう、不思議だもん。あれ、でも、あの境じゃないですかね。あ、なるほど。ほんでね、たまに、テレ東の朝の、はい、浅い番組とか、うん、夜の深い番組で温泉の旅行行くやつあるじゃん。はいはい、ほんで、大概ちょっと痛いレポーターの人が行って、うん、海が見える、うん、露天風呂とか入ってたら、うん、向こう側の親父、チンポ映ってる時あるもんね。うん、あれは善玉ってことだ。あれは善玉だ。善だ。あれはもう、善玉だ。おじいさんじゃん。そうだ。あの人たちのってさ、悪いこと使ってないからだ。悪いことに。あとさ、こうなんちゅうの、うん、
毛が黒くないじゃん。白いよ。あんまり。そうそうそう、白い。ね。うん、だから、あの、やっぱり、こう、毛がさ、黒々と、ヒゲみたいにバーンってなってると、うん、悪いやつに見えるんじゃないかな。白くの、その剣がいいんだ。うん、その、もう、ロードブル。生える前か、うん、白髪になっちゃったか。それは善玉と呼んでいいんだ。善玉菌でしょ、あれは。善玉菌ってやつでしょ。善玉。善玉と悪玉だからね。うちの、私の彼はとか、うちのお父さんはとか、近所の人は、善玉を持っているとかいうのもちょっと送ってほしいんだよ。どう善玉なのか。そうだよね。善玉菌なのか。そうそう。例えばいいことしたとかね。うん、いいことした。あるもんね。何か子供が、車に轢かれそうになった時、チンチンをバンと先に出して止めてくれて、子供助けたとか、善玉菌なのね。こう、カタリン落ちてたのを、それをこう、ジャッキ代わりに。大リーグで松井を打とうとした時バットがなくてバットがねえぞったらスッと差し出してくれたとかね、それは善玉だもんね。善玉善行だよね。善行で。もうダメだ。子供の放送だなやっぱり。ちょっと募集したいね。善玉と悪玉のチンチンの違いを。違いをちゃんと教えてほしいよね。教えてほしい、これは。うん、あの、いい子いい子ってされるのは善玉だよね。あ、そうだよね。でも、いい子いい子されてるのに、だんだん悪玉になっていくんだよね。人って。あれは無理やり強制してんじゃないかな。悪玉が、いい子いい子しろっていうことじゃないかな。強制だよ。悪玉の方がだね。うん、悪玉がやるじゃんよく。そうだね。悪玉が仕掛けた罠だね。だって、大きくなったとしても、悪玉と善玉いるもんね。うん、そうなんね。うん、いいんだもんね。ね、そう。あの、愛に使えば善玉だもんね。そうだよね。善玉だよね。そうだよね。そうだよ、まさにそうだよね。ね、それはいいんだよね。動物なんてほとんど善玉になってるもんね。動物はそうだよね。善玉だもんね。ね。全面的に善玉だよね。日本じゃないや。人間だけだよね。そうだよね。うん。使い分けてんの。善玉と悪玉に。あれを。そことかなんか不思議だよな。不自然だよ。不自然だよ。そうだ。まともなコメント。コメントありがとう。というわけで。はいよ。曲とか言っちゃったりとかするような。あ、行きましょうか。こと。よろしいでございましょうか。では勝手に観光協会の曲を聞いてくださいよ。はい、今日は何がかかりますでしょうか。今日は滋賀県だったりして、ね、滋賀県のお住まいの方は、こういうことになってるぞっていうのが分かっていただけると思いますよ。はい、はい、では聞いてください。勝手に観光ということで、勝手に観光協会の妙子一円でした。慎吾のお待ち遠さま、4時まで続きます。The sound of the 21st century 81.3 J-Wave。こういうさ、最近吹いてんすか。口笛ってあんまり流行ってないでしょ。口笛は、うん、口笛はね、竹中さんが言ってる。口笛は夜吹くと蛇が出るとか言うでしょ。あ、そうだ。悪いやつ魔物が食ったりする。あるある。あとなんかあのお金勘定したりとかすると、うん、泥棒が来るとか言うね。夜中に。いや、ちょっと待ってくださいよ。口笛と全然関係ない話、ね。夜中に。あ、今泥棒の話。そうそう。夜中に口笛を吹くと。お金を勘定してる。そちらには蛇が来るんですよ。蛇が来るんですよね。お金を勘定してると泥棒が来るって言ってたよ。うん、あのよくあのキャッシングのとこでお金勘定してると泥棒来ますよあれ。そうじゃ。キャッシング家の中でも。家の中でも数えちゃいけんと。ね、あのキャッシングのやつって、うん、ここに鏡ついてんじゃないですか。うんうん、右左。あれは何？後ろでチロチロ見てるやつをチロチロメンチ切り返す鏡なんですか。そうなんじゃないの。それか白素かなんかついてるのを見るんですかあれかは。あとお札をこうやって本物かどうか見るとこの鏡なんですよ。ちっちゃいんですよ。本当ついてるの。今度見てくださいよ。キャッシングサービス。俺キャッシングし、俺銀行お金下ろしたことないんだよね。あ、そうなんですか。ていうか銀行あんま行ったことないしね。え、穴掘って取ってんですか。そうなんですよ。え、もうほとんど穴掘ってんですよ。あ、そうなんですか。現金でしか仕事してないですからね、俺。現金商売なんですか。あ、もう生林工芸者とばっかり仕事してますんで。もう。だから安西さんだけこの J ウェブ終わってからちょろっとなんか、はい、何か封筒もらってんなと思ったら
あれギャラもらってるんですか、あれマグロちゃんから。あ、そうなんちょっとずつもらってるんですか。なんですよ、そんな三浦さんに、メールが来ております、はい、ラジオネームパンダ発電さん、はいよ、三浦さん体調はどうですか。だいぶ良くなりました。そうですか、はい、19日の伊集院光さんの日曜秘密基地の放送で、うん、先週三浦さんに風邪移してしまって申し訳ないって言ってましたよ。あ、伊集院さん風邪ひいてた、風邪ひいてた。伊集院さんの目の前に、ヘルシアが置いてあったのがおかしかった、体脂肪を減らそうと思ったのかな。やる気満々じゃないですか。やる気満々だなと思って、面白かったです。いや、いいですね。続いてはラジオネームロッチさん。ほう、あれは12年ぐらい前。あれは12年前。当時高校生の私が、夜な夜な新宿駒劇場前で遊んでいた頃の話です。どこからともなくヘベレケの三浦さんが現れて。12年前ですよね。はい。12年前ですね。ギャー三浦潤だーと。若さのパワー全開で騒ぐ私たちと、座って話し込んでくれたのを覚えています。すごいですね。何やってるんですか。ほら、とりあえず話すときはもう座り込もうっていうことで。もう新宿座って話す。駒劇場前にですか、うん、もうそこがもう喋り場みたいになってもう、はい、何話したかは覚えていませんが、この人も覚えてないんだ、うん、忘れられないのは、うん、サングラスを取って素顔を見せてくれた三浦さんの、うん、全く焦点の合っていない眼差し。酔ってたからじゃん俺も。でこういうそういう人はねサングラス取れとか言うんだよ必ず。そして必ず言うから取ってんじゃん。盛り上がった三浦さんは、うん、私たちを居酒屋に誘い酒を奢ってくれました。思い出した、いたいた。その後三浦さんはもっとヘベレゲになっていきました。もう三浦さんのお仲間は弱り顔でした。その刹那ごちそうさまでした。ああ、そういうことよくやって、あんなさんもいませんでしたか。俺はそのこの喋り場はいなかったと思いますね。いませんですか。あ、でもなんかいろんなことやってますからね。いろんなことやりましたよあの頃。いや今でもちょいちょいやりますけど。いやそうですよね、駒劇場の前の階段のとこで、確かに声かけると、何回かありますけど、あ、これ行ったらね、もうパンクみたいなね、頭立ててる人がいてね、もう近づいてくるだけでシンナーの匂いがするんだ。あれ、なぜ、あ、なんか、車間屋さんがやってるのかなと思った。あ、なぜこんなシンナー臭いのかなと。あ、なんかペンキでも塗られたんかなと、体に、と思ったんだけど、その時に、あれ、有名になりたいっすよって言ったんだ。それいい、ね、よく覚えてるんですけど、それ、いいね、あの、アイデン&ティティの映画の中にはなかったですけど、漫画の中には、あるし、この女の子とかと飲みに行ったこと書いたんですよ。そりゃ書いたから覚えてるけど、その、あれ、有名になりたいっすよっていう、この、うんうんうん、なんか、あの、体にペンキを塗られてるのか、なんかわかんないけど、シンナーの匂いが吸ってる方が近づいてきて、ほんで、そいつら、怖いなと思ったけど、おもろいなと思ってみんなに飲みに行ったんですよ。危ないじゃん、そんな、ペンキ塗りたての人と言っちゃったら。行ったんですよ。そいつもいたと思いますよ。うわーとか飲んでたら、俺有名になりたいんですよ。有名になってピストル買おうと思ってるんですよ。ピストルって。いや、ちょっと待てよ。さすがの俺もちょっと、ちょっと、酔いがちょっとだけ冷めた。ちょっと違うぞ。ちょっと違う。ちょっと待てって。ちょっと、ピストル買ったらダメだよって僕言ったんですよ。それで有名になったらダメだよ。有名になったことにはなんないぞと。って言ったんですよ。そうやったら、その、まあ、ペンキ塗ってんでしょ。多分体中から死んだのにする人が、打ちませんよって言ったんですよ。いや、ちょっと待てよと。ちょっと、それも変だろ。ちょっと待てよと。うん、あのな、ちょっと、あの、言っていいかと。ピストル持ってただけでダメなんだぞと。って話だった。知らなかったんですよ。そうか。ほんで、それを昔の例えとして、エイトマンのな、エイトマンの原作なんですよ。昔ピストルを所持してて、所持してて撃たなかったけど、捕まったんだぞと。そんなんダメだぞって言ったら、どうやったら。いっぱいそういう面に合ってるんだからね。持ってるだけではダメなんですから。どうやったら有名なんですかって。ピストルの後だからさ。いや、どうしようもないなって。己のピストル出していけぐらい言ったかもしれないけど。あ、言ったでしょ。わかんないけど。お前のピストルを使えって言ったでしょ。もう多分ね。俺のピストルを加えてみろぐらいは言ったでしょ。もうなんか。いや、なんかすごくあの、勉強乗られてるみたいで、シンナーの匂いしてたんですよ、なんか。居酒屋に行かれたってことですね。行きました。そういえばなんかいろんなことしてましたね。ね、12年ぐらい前って確かに、そんな感じだったかもしれませんね。その後の話がこう、プツッと終わってよかった。その後、はい、私はどこに、気がつくとどこにいましたんじゃなくてよかったっ。そう。三浦さんのお友達のなんでね。ね、危ない人多いからな、ね、本当にな。危ない人はこっちだって。あ、そうか。というわけで、それでは参りましょう。そろそろ揃いましたでしょうか。創造シネマ。見るならこれでしょ。よそうか。
見るならこれでしょうとかっていう風にしてショーにするか。HOW みたいな。どっちの料理ショーみたいな。あの今、タクシー乗るとタクシーのあの、ポケットみたいなとこ見ません？見ます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 。必ず文字がありません。今一番おもろいのはあの、ハゲた男が横向いたら髪の毛が増えたり、知らない？え、知らない。あ、あの方の宣伝。はい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 。あのちょっとブルース・ウィリスみたいな顔した外人の男が、あのギザギザになって、はいはいはい、あの角度変えると、角度変えると見えるやつ、動くやつ、うん、はい、あれで毛が生えたり毛がなくなったりするの知らない？それ知らない。まだ乗ったことないそのタクシー。僕、うん、いつも乗った後、こうやって横こうやってこう見てんだ俺。見たことない。あのどっちの料理ショーみたいなやつあれ何？あれはイラストになってるやつ。目の手術だよね。角膜手術そうだよね。あれって。うん、ダメだよねあれ。みんな似顔絵じゃん。ダメだよねあれ。まるっきりまんまじゃん。で、あの、タクシーの後ろのポケットのところ覗いてんのは、うん、関口博士と、うん、あの三宅裕司の、三宅裕司だよ。らしき似顔絵が乗ってるだけで、うん、どっちの良い人は言ってないでしょ。でも、中に出てるのは、草薙剛とくんとかなんかいっぱい出てくる。で、あれを撮ると、うん、どっちのメガネショーみたいに書いてあるんですよ。そうなんだ、うん。で、いつも戻すんだけど、どメガネショーなの俺も、多分ね、あれ、権利撮ってないと思うんだよね。まずいんだろうなとか思いながらさ。俺もいつも思ってんだ、あれ。なんかそういうとこで、まずいんじゃないのって思ってるのも良くないね。良くないよね。楽しめなくなるからね。はいよ。えというわけでですね、うん、今週の大着信あり。着信あり。こちらの映画の説明をば。ではこれから、うん。僕も見てないし、安田さんも見てませんよね。はい。はい、今回は見てないんですね。全然見てないです。はい、わかりました。はい。どんな映画なんですか、ラジオネーム、シャバの空気。はい、着信ありの解説。ある日。いつものように自宅で浮気をしていた大鶴ギター、怖い声で言ってたよ、怖い映画らしいですか、はい、今のところまでは分かりました、分かりました、大鶴ギターまで分かりました、いつものように自宅で浮気をしていた大鶴ギター、はい、俺が言ってるわけじゃなくて、はい、この人が書いてるんですから、言ってみますよ、これね誤解されると困るんですよ、ね、今チャンネルひねった人は誤解しますよ、あなたさん何て言ってんだ と唐十郎でもないくせに何言ってんだと、秘策があるとまで言ってましたからね、唐十郎芝居がね、芝居は違うんだってこんなこと言うとまた怒られますから、ある日、はい、ある日いつものように自宅で浮気をしていた大鶴ギター、すると突然、枕の下の携帯電話が鳴った。着信あり。発信者はマルシア。無視を決め込み、腰を振り続けるギターだったが、ふと後ろを振り返ると、鬼の形相をしたマルシアが仁王立ちしていた。証拠を抑えたで。なんで関西で。そう言うや、カメラ付き携帯でパサリ、はい、うん、映画はその携帯をめぐって巻き起こるラブサスペンスムービーとなっている。なるほど。一番の見どころといえば、ガラジュー老役のマロ赤字が全裸に白塗りの格好で怖い、夫婦円満の舞を踊り狂うシーン、怖いな、涙なしには見られない、怖いなぁ、その映画。怖い。これね、多分ね、あの、東宝じゃなくて、小学館女性セブンが、あの、多分、あの、配給元だと思うけどね、ここね。俺もあの、記事を読んだ時に、あれ？俺のデリヘリ説が間違ってるのか？と、思ったんだけど、僕ね、ちょっと思ったんだけど、そんなとこにね、私があの時に現場にいた女ですなんて出てくる女なんてね、嘘だと思う。ありえない。ありえない。じゃねえ。多分六本木で飲んでた冴えない記者が、なんだか面白いニュースねえんだよな、何も俺成績上がんないからなって言った時に、そのキャバクラの女の子が、私あの役やろうかみたいな話になって、あるね。と見てるね、俺は。できる。デリヘリに決まってんだからもう。決まってます。デリヘリです。大体ね、4月まで戻ってこないですよ、本人がね。そうでしょ。ね。俺はわかんないんだけどね。これはちょっと間持つかな。あと2ヶ月3ヶ月難しいっすよ。でもこの映画は面白そうだね。これは怖い。シャメールとかも使ってるから怖いもんね。これは今それにちょっとさ、マルシアさんがかなり激痩せでしょ。激痩せしてる。あのミュージカルのコマーシャルも怖くってさ、俺なんとかシティみたいな、なんとかタウン、ションベンタウンみたいな、ションベンタウン、怖い怖い。いやそういう話なんですよ。ションベンタウン、ションベン、マジ？おしっこの街かなんかなんで。あ、合ってんすか？なんですって。あの人でしょ？あの。
沖縄に別荘持ってる人でしょ。あ、そう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 。あの人が演出の人ですよ。出ないですよ、もう出ない。行ったにもかかわらずね。見に行ったのに。あの人見に行ったので。海の方から、海の方からも見てやろうだって。あの、だからなんかそのションベンタウンの方が、コマーシャル怖いんですよ。だから演劇も、ミュージカルも、マルシアのってつけた方がいいね、上に。ああ、もう今や。もう絶対、ブルックシューズのみたいなのつけてた方がいいと思うわ、絶対。すごいね、いいとこ。これは見たい。見たくなってた、これ。名が。続きまして、着信ありのいきますよ。ラジオネーム、三つ間ジャポンさん。はい。着信ありの内容。モハメド・アリの自伝を。全く新しい角度で表現することに成功した映画、特に柴崎スコを扮するアリの迫力のある戦闘シーンは見物。モハメド・アリだ。と柴崎スコを演じるなんて言ったんですけど、アリの演技ですか。モハメド・アリ。あ、柴崎スコさんがモハメド・アリやってる。あのアントじゃない方ですね。違うよ。モハメド・アリの役だよね。ということは、これは、怖くない映画ですね。だでもわかんない。ホラーじゃない。蜂のように刺し。ああ、そうか。かもしれませんか、ね。そうか。ほんで、なんかの開会式の時にいきなり出てきたりするもんね、アリとかね。びっくりする姿で出てきたりする場合あるからね。そうそうそう。もうね。怖い怖い怖い。怖いかもしれません。ラジオネーム、はじめ、安山。うん。もう、よく言われたわ。着信ありの対応。はい、チャック・ウィルソンが、どれだけ芯のある男か。ドッキリ風のアングルで撮り収めたドキュメント、うん、ゴジラ対キングギドラ、うん、かっこ91年以来の名演技と各メディア絶賛、チャックシンあり、チャックシンあり、チャックシンあり。なるほど。うちだったらバダーイバダーイって言わなきゃなんないんだよね。連弁コーナーは。ああ、なるほどね。あ、チャックシンがありか。チャックウィルソンどうしたの最近見ないね。見ないですね。ねえ。ねえ。スタイリーも、スタイリーは関係ないか。あの、チャックウィルソンの指体操とかがついてるお菓子とか出てたよ、昔。買った。チャックウィルソン。寂しいね。チャックウィルソンかチャックノリスだよね。やっぱりチャックというとね、今や。ねえ。出てた出てた。ゴジラ対キングギドラ見に行った。そこだけちょっと、もう、滑稽なんだよね。あ、ほんと？うん、見に行った見た。いい感じ。うん、いい感じではある。出てた。あれ以来僕もチャック見てないわ。はい。久々の映画と。久々。価値はありますね。チャックウィルソン主演ってことだよね。うん。はい。これは見たいでしょ。僕は見ますよ。ね。僕は見ますけど、もちろん見ます。はい。ラジオネーム、タチバックストリートボーイズさんから。はい。もうここだけで受けちゃうからな、俺ダメだな。着信ありよ、ないよ。今まで単勝の男性としか経験がなく、不満を感じていた主人公が、ある日そびえ立つ巨根を持った男とのセックスで奥まで届くという着信あり。を経験するピストンファンタジー。ピストンファンタジー。ピストン西沢的な。ピストンファンタジー。はぁ、はぁ。あ、辛抱の芯ね。ああ、なるほど、ね。よく女の人が届くとか、当たるっていうのありますよね。ありますか。ああ、なんか、いや、よく聞くじゃないですか、そんな。まあいいや。これ、そういう話ってさ、はい、一旦引かれたらもう最後だよね。いやいやいや。引かれたり聞かれたらしまいだよね。もうやめてくださいよ。うまいこと言うな。今日はなんかすごくいい感じで、ライミングがいい感じになってますね。もう、はい、ですね、次はですね、15歳、男性からの投稿でございます。ラジオネーム、鉄竜さん。着信ありの内容。着信ありは、膣の中に入った携帯に着信が入り、そのバイブで岩崎スコーがもだえる経験です。岩崎って誰ですか？岩崎。岩崎ひろみじゃないですか。柴崎コウが、もだえる映画だって。もうおしまいかい終わりだよ。なるほどね。以上なんです、ね、バイブ機能とかね。ウニテンテンの方のバイブみたいなやつ。これ必ず誰でもやるって言うじゃないですか。誰でもやるって言うんですか？うん。携帯電話を
コンドームに入れてやるっつうじゃないですか。やりますよね。どうやらやるっつうじゃないですか。やりますよね。それは自分が女だったらやりますよね。やるでしょうきっと。それやりますよね。ただなんか程いい携帯にした方がいい感じはするよね。まあそうですよね。ね。あんまり昔の携帯じゃやんないでしょ。あんでかいの嫌ですね。ねあの、ちょっと錦鯉のやつもちょっと角が痛いですね、あれ。あれだとね。ちょっと痛い。何もでも、わざわざ携帯使うこともないじゃないですか。もっとなんか手頃なもんないんですかね。でも、いきなり不意に誰かがかかってくるっていう楽しみなんじゃないですか、あれは。ああ、そうか。そうじゃないですか、あれ。あ、ずっと入れっぱですか。入れっぱですよ、それは。入れっぱですよ。うわ、ダイナマイトだな。いやいやいや、でもそういう例えわからないすごいよ。そうなのね。なるほど。以上。わかりました。はい。これはね。これは厳しい。いや、もう決定しました、ね。決定しました。はい。もう。いつもの感じではなく。はい。もう決定でございます。決定でよろしいんでございますか。いいんですか。もう、決定しちゃってもよろしいですか。はい。今日は早いよ。これ、今日買っている人には、秋元康先生、大い日本から、着信ありの、文庫本。はい。秋元康さんから、大い日本、赤いキャンディー。だから、多い日本。内側に恐怖のアドレス。お、お、な、え、なに？キャンディーを舐めると出てくるのかな？いや、怖え。ハズレとか出てくるだけかな、これ。怖いな。それも嫌だね。赤いキャンディーだよ。キャンディー。これも、これもありますよ、だから。これ何なの？ホラーキャンディー。ホラーキャンディー。赤いキャンディーが出たら恐怖のアドレスゲット。って書いてありますよ。どういう意味なんですか？何ですか？フォーチューンクッキーみたいなもんですか？ライオン菓子株式会社だって。ライオンあの歯磨きのライオン。あ、マーク違いません？違うね。あ、でもライオンですよね。あ、違うのか。違うよ。違うライオンですね、きっと。着信ありの飴。あ、全部もらえるわけですね。これ全部、一人、一人占め？一人占め。それ一人占めでしょ。そうだね。うん。はい、ということで、はい、それでは発表してください。ラジオネーム、シャバの空気さんの、ある日、いつものように自宅で浮気をしていた、大鶴ギターっていう怖い、ストーリーに決定いたします。どうもおめでとうございます。いやー、やっばいやっばい。やっばいやっばいやっばい。時間問題もな。やっばいやっばい。運転もね。はい、というわけで。次回はですね。次回、はい。これ今コマーションもやってますわ、テレビで。シービスケット。ビスケット。シービスケットですね。うん、海のビスケットじゃないですかね。全然意味がわからないんですけど、シービスケットって書いてありますね。でも、はい、宣伝やってんじゃないですか。馬が出てきてます。馬出てきますね。馬が出てきてますけども、わからないですよ。わかんないです。当て馬かもしれませんよ、あれ。うまい、ほら、この野郎。今日はなんだかもう、一本取られまくりだなもう。絶対そんな映画じゃないかもしれないしね。うん。一応、説明には不屈の闘志でどん底から這い上がっていく3人の男プラス1頭の馬が起こす奇跡に胸が熱くなるとは書いてあるけども、わからないですよね。わからない。それは、聞いてる皆さんの方がご存知でしょう、ストーリーは。もちろん当然ご存知でしょう。教えてください。はい、教えてください。シービスケット。シービスケット。お願いします。よろしくお願いいたします。はい、来週の題はシービスケットでございます。プレゼントは馬の首一つです。嘘、はい、ゴッドファーザーと一緒です。無理だろ、そりゃ。というわけで、はい、私が今日はおかけしたいというのは、あ、そうか、着信ありの正しいストーリーっていうのがあるんですって。いいんですか？いいですか？もう、おつるきたんのことでいいですか？いや、着信ありのストーリーは見た方がいいですよね。あ、一応すれ、うん、聞きますか？いや、いいですよ。はい。というわけで、こんな感じでお送りしてるのでしょうか。私も、レイジーアゲンストマシーンで、ゲリラレイディオ。ゲリラレイディオ。それでは次のコーナー参りましょう。下ネタなんでだろう。なんでだろう。なんでだろう。下ネタなんでだろう。笑ってる。力士の婚約会見機場を想像しちゃうのなんでだろう。なんでだろう。銭湯入るとき家から向いていくのはなんでだろう。なんでだろう。筆下ろしというのに墨を使わないのなんでだろう。なんでだろう。新活まとめて雪だるまみたいにしちゃうのなんでだろう。なんでだろう。金玉吸われるとアナルがキュンとなるのはなんでだろう。なんでだろう。ティーバッグ履いてると履かせたまんまやりたくなるのはなんでだろう。なんでだろう。
き落ちた後陰毛が川に入るのなんでだろう。なんでだろう。モリマンの二人はヤリマンじゃないのはなんでだろう。なんで、いやいや。ソープのイソジンうんこ色しているのなんでだろう。なんでだろう。夏でもないのに阿波踊りするのはなんでだろう。なんでだろう。食べてもないのにかぶりつきっていうのはなんでだろう。なんでだろう。仁王立ちしたまま偉そうにフェラさせんのなんでだろう。なんでだろう。国の仕立て食い犬より下手なのなんでだろう。なんでだろう。ロボット相棒はバターを舐めないのなんでだろう。なんでだろう。行くときピストン運動がめちゃくちゃ速くなるのなんでだろう。なんでだろう。昇天したとき遠くを見てるのなんでだろう。なんでだろう。遊び相手だけに道具を使うのなんでだろう。なんでだろう。一人フェラに挑戦してぎっくり腰になるのはなんでだろう。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 下ネタなんでだろう。なんでだろう。なんでだろう。下ネタなんでだろう。なんでだろう。なんでだろう。下ネタなんでだろう。どうもありがとうございました。素晴らしい、下ネタなんでだろう採用者月日始末視線液殺人アルペジオシャバの空気すっきりビターな34歳、ポコソン戦隊アックンマン、笑いやキャリー榊場 JJ バニナーズラックガッタのガタ高崎名物カルマ弁当さん以上です。ものすごいヒットメーカーに作ってもらった曲だから大切にしていきたいと思います、この曲を。はい、今年いっぱいやっていきたいと思います。大事にお願いします。はい、うわ、なんかすごくこなれてきましたね。こなれてきて、あのね、いいとこついてきますね。なかなかね、一人の人では考えられないんだったら、たくさんの人が考えればいいのが出るってことはよくわかりますね。すごいね。はい、いやー、よく来ました、よく来ました。はい、ぜひともこの曲を花輪さんが盗作するのを待っておりますので、よろしくお願いします。おいおい、というわけで、はい、もうずいぶん来ました。4時まででございます。はい、慎吾のお待ち遠さま。まだまだ続きます。続きます。TR2 J-WAVEJWAVE TR2 ジョコウズデイ曜日は、私たち、何でしたっけ、フッキー&、え、ノブ&フッキー。ノブ&フッキーでお送りしておりますが、ただいま、ノブの方が。どっちがノブでフッキーかわからないよ。汗いっぱい入ってたけど。ノブです。ノブかな。ノブかな。いや、違うんじゃないかな。違うね。向かって右がノブさんですかね。そうだよね。それもちょっと教えてほしいってことですよね。おかしかったね。ノイルコユさんがどっちがノイルかコユかっていうのも、はっきりは分かってませんからね。はい。というわけで、続いてのコーナーは、ザ・セーロン。はい。皆さんが送ってもらった、正しいことを、ビシッと言って、ビシビシッと、イラクに持っていこうということですね。はい。ラジオネーム、はい、月追しますさんから来ております。月追しますさんのザ・セロン。はい、秋元康の皮下脂肪は高級そうに見える。あー、なるほどね。あー、痛いと。うまいこと言いますね。確かに、あのね、確かに、内山くんよりは高級そうに見えますよ。高級そうなものを食べたから、溜まったコレステロールだと思うね。なんかさ、脂肪の粒がきめ細かい感じするよね。ね、大粒じゃないよね。なんかピチッとこう並んでるよね。綺麗に米が立ってるっていうのかな。米が立ってるっていうか、ダウンならこう目がこう、はい、細かいみたいな。細かいみたいな。
ピシッと詰まってる感じするよね。いいよね。ほんでこれは別に避難してないからね。高級だもんだって。うん、そうだ。正論だわ、正論だ。出たな、ほら。あ、出たな。出たな。出たな。出た、出た。出た、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 出た。ゲッツ出たな、ゲッツ、これもいいな。逆進つながりだったね。この、ゲッツの一番上の、くすみまさよしは。くすみまさゆきは、円楽師匠に吸い寄せられていた。吸い寄せられていたっていうか、吸いついていってたからね、あれ。逆だよね。まあ、正論じゃなかったね、さすがに。ラジオネーム、六原三月さん。のザゼロン。女性警察官に注意されると、反省するどころか、プレイとしか思えない。ああ、イメクラがあるからね、そういうのはね。女性警察官に注意されたことがない。ないんだよ、俺も。やっぱり車乗ってないとダメなんじゃない？そうなんだよね。レッカーの時とか、小さい車乗ってでしょ、ね。ものすごいミニミニ大作戦みたいな、そう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 車乗ってでしょ。あれ、あと、ね、あれに、なんか先っちょにチョークのついてるんですよ。あれ、いいね、あれ。あれで、あれで、アナルとか、ずっとやってほしいね、あれ。あとで、遠くからね、なんでや、なんでやられてるそんなこと。やられたことねえ、あれ。みんなで。わかんねえ。やられたことない人もいるもんな。わかんないんだよ、これは。これはどう？わかんないや。堀くんとかないの？ここ3人とも車免許ないでしょ、ちょっとして。ない。3人とも能面か。能面。能面。うわぁ、ダメだね、それじゃあ。うわぁ、これはダメだね、はい。どうしようか。わかんないってことだ。正論どころか、プレイだね、もうこれじゃ。はい。えい。というわけで、お蔵入り。ラジオネーム、バギナーズラックさんのザ正論。作業をしている女性店員が、自分に向けてお尻を突き出しているのを見ると。チンチンを挿入しても良いと思ってしまう。ダメだと思った。これはダメだ。今のでも食いつき良かったね、僕今。作業してる女性の方にもう寄るもん。そうだよね。いろんな人するもんね。寄る寄る。そうだよね。着物売り場とか行ったらね、それなりのおばあさんの人もいるもん。ね、仏具とかで買いに行ったら、ね、仏具とかね、そうですよ、はい、仏具でそのね、あのお線香取ってくださいなんて時にボーンって尻ねやられてもね困りますから ね、 ね、はい、でもなんか時々あまりにも露骨に尻向ける人いるじゃん、言わんとしてることはわかりますよ、本当にスカートの場合とか、あのジーパンって、あのステッチがさ、あのクーッと入っていってるでしょ、あ、こうね、あの両線に向かってね、こう両線に向かってクーッと、はいはいはい、でこの陽線が消えていく、このパースがついて消えていくとこ見たいでしょ。はいはい、見たくなるんだ。なんかトワイライトゾーンみたいなとこを見たいでしょ。そう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 。どこまで続いてんのか、この線路はっていうのはありますよね。ちょっと、そこってなんかスポットのようにこう手を突っ込んでみたくなるよね。ね、なんかね。ね。飛び込みたくなるよね、あそこがね。ここで手を乾かしてみたくなりますよね。ちょっとね。あそこで擦ったら乾くんじゃないかって思うよね。いや、洋服、あの、ユニフォームがピシッとしてるところは特にそうなんですよ。ああ、思いますよね。なんかね、思いますね。まあ、そんなことは。思うことは思いますけど。入れてはいけません、ね。入れてはいけません。有限会社合体さんのザゼロン。友人とのエロビデオ鑑賞会では、チンコが立つと負けとみなされる。どうなんでしょうかね、これ。僕ね、大会系じゃないから、大会系はね、わかんないですよ。あのバカな人たちは。もう、自分が違う、大会系の人違うと思ったら、あっさり言いますね。あの人たちはほら、ほら、石原慎太郎の、小説じゃないけど、障子ピュー破ったり飛ばしたりするでしょ、この人は。もうそれ聞いた時に信じられないと思って、大会系のやつ。それはでも、男気の出し方の問題でしょ。でも、ノリですから。でも、比べたりするっつうじゃないですか。大会系のクラブの合宿とか行くと、出してみろみたいなことあるらしいじゃないですか。その、上下関係がついて、なんか舐めてみろみたいなことあるらしいじゃないですか。そんな人はこんなので立った方が勝ちでしょ。これは逆に立ったら勝ちだよね。勝ちでしょ、ああいう。で、立たれんがお前とかっていじめられたりもするでしょ。大会系みたいな、バカな世界では。バカな。バカな世界。成人式みたいな世界ではね。バカな世界。いい意味で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 、バカな世界あるじゃないですか。大人になって、あ、もう、大学も卒業して、高校も卒業して、大人になって成人してんのに、あ、大会系だってとか言う時あるでしょ。あるある。あるでしょ。大会系とか言うでしょ。
あ、文化系だっけって言われたこと一回もないんですけど、馬鹿にされてるんですか、それは。そうだよね。なんで体育会には体育会系っていうのに、文化系って会がないんですか。文化系っていう飲み、飲み会とかないよね。ないでしょ。盛り上がってきて、わーっていろんなことやって、なんか、ちっぽ出したりなんかすると、大会系の飲み会楽しいって言うけど、俺たちでもそんなになるじゃん。だからね、その会のもんですよ、その、会ってほら、世界の会って書くじゃないですか。体育会の会ですよ、文化会って言わないじゃないですか。文化会はないのか。ない。だから個人でほら、オナニーしてたり。文化では自由になるのか。引きこもってたりするから、人、個人のことだから。世界にたった一つの花だから、俺ら。あ、まずいわ。あの人たちは、体育会系っていう会は、チームが集まらないと、試合ができないんだよ。そうなんだよ。そうでしょ。いつまでも会っていうのは変だぞ、それは。ね、一人で体育会。一人でやろうよ、もう。もはや、もうやろうよ。そうだよね。別にマラソンだって一人で走って記録出してもいいんだもんね。いい、もう、その駅伝とかやらなくて、一人で全部回ればいいじゃん。駅伝で。一人で、それは、それは駅伝じゃねえじゃん。それは駅伝じゃない。バトン渡す必要ないよ、あんな。行けるとこまで行ってみろって。渡すから駅伝じゃん。なんであんな棒みたいなの渡してんだよ。棒じゃないよ。駅伝は棒じゃないよ。リレーだよ、棒を渡してんのは。そうか。なんかよくわかんない。その体育会系の会が、会の意味がわかんないわ。これは、そいちゃんも、いいんですね、はい、負けとみなされる価値かもしれないということで正論ではないと。文化系の意見ですよ、これ。文化系のバカな意見わかんない。いい意味でね。いい意味で。いい意味でだね、うん、バカになりたいな。ラジオネーム経済アナルリスト、アナルトゥーヘブンさんのザ・セロン。銅像の股間にチンコの落書きがしてあることがある。チンコがあるよ、もう銅像には。でも、チンコのない人もいるじゃん。チンコの出してない人も。ほら、スーツ着てたりさ、袴着てたり、するじゃん。時々書いてあるじゃん。見た？あるよ、時々書いてあるよ。チンコ書いてある。書いて消してあったりするよ。あ、そう。この辺で言うとさ、金王神社のさ、駐車場は昔よくさ、金王って金の王って書いたんだけど、必ず点が打ってあってさ、はいはい、神様のやつね。そこ何度も消されて、書いては消され、書いては消され。それは銅像と関係ないでしょ。でもそういう跡になってるじゃん。これね、一つ弱いのは、銅像の股間にチンコの落書きしてあるんだったらいいんだ。ほんで、してあったら。してあることがあるっていうのは、正論ではないような気がするんだけど、弱い感じするんだけど。そうだね。正論ではない。全部にしてないとダメでしょ、やっぱ。あ、そうだよね。銅像の、チンチン出してる銅像のチンチンを触りたくなるっていうのは触りたくなるよ、俺。なんないよ。なんないよね。銅でも加えたくなるけど。なんないよ。正論じゃないのか。加えたくなるまでは言ってなかったじゃん、今まで。俺よく銅像の前で待ち合わせとかすると、加えてる時あるよ。待ってる時あるよ。暇だから。何加えてんの？あれは怒られないね。銅像のチンコを加えても怒られないっていうのは、犯罪ならないでしょ、あれ。ならない。ならないでしょ。これ正論なのに。あ、そうだ。銅像はチンコ加えても犯罪ならない。犯罪ならないよね。いや、なるかもしんない。器物破損か？あ、そうだよ。そういうのない。破損してないのにね。例えばほら、あれって立ち入らないようにしてあったりとかさ。あ、柵があるやつもあるけど。入っちゃいけないとか。あ、あるのか。なんか、なんとか侵入とか。あるのかね。侵入みたいな言われちゃうんだよ。はいよ。ラジオネームギッツイシマツのザセロン。デブは、骨で聞く携帯電話が使いにくい。あれ、やってるよね。やっぱり骨だったらどこの骨でもいいのかって。そうでしょ？地骨思うよね。そ、ね、うなんだって。絶対思うよね。こんなとこで聞こえんのか、お前は。絶対やるよね。まあ、ご主人様なら、ここでも聞こえてんのか、この骨でも聞こえんのかが出るでしょ。あ、聞こえるだろうね、やっぱり。そういう時に。だから、ライブ中も話せるって、話せばできないって聞こえるだけか。聞こえるだけだ、あれ。指示はできるってことか。そうだよね、指示はできますよ。面白いね。あ、もう一つ来てる。はいはい。もう一つ、どうぞ。ラジオネームゲッツイシマツさん、もう一つの出せろ。小錦の夫婦生活は、巨乳と巨乳のぶつかり稽古である。奥さん映ってたからね。奥さんは割と、ボジちゃん、ね。ボジちゃんだもんね。こいつデブネタばっかり。
た多分カイロンがそこ行ったんだろうね。これはでも試してみたいね。携帯電話、骨で聞く携帯電話。もう本当に使いにくいのか。もう戻してるわ。うん、もうこっちつちょっともう明らかにこれは却下だね。もう、うん、こっちネタは、うん。こっちですよ。わかりました。うん、それでは行きますよ。ラジオネームすっきりビターな34歳さんのザセロン。想像以上に母乳は飛ぶ。うん。ピューっと。見たことありますよ。ありますよ、あります、うん、飛びますよ。飛びますよ。飛びますよ。すごく飛びますね。その想像っていうのは、人によって違うんですよね。そうだよね。大丈夫ですかね。びっくりするってことですよね。びっくりするぐらい飛ぶ。びっくりするぐらい飛ぶってこと、はあはあ。思ったより飛ぶぞと。はい。うん、あの、乳首の周りにある点々のとこからもジュワーっとくるんでしょ。あそこからもじゅわーっとなんか出てる時あるでしょ、たぶん。ないですか。あのなんか最近あるでしょ、あのおっぱいのお乳絞るビデオが。え？あんじゃないですか。なんかあの流行ってんですか。え？あの母乳を出す。あ、母乳プレイ。あ、それ前から。前からですか。うん、その世界ではありますよ。あのツアー中に見させてもらって。ツアー中に。ツアー中に見ました。ホテルでビデオつけたら、母乳プレイのビデオで。もうがっかり長い。そのチャンネルしかないホテルだったんだよね。ありました。あれはきつかったですね。どうなんですかね。想像以上に飛んでるんですよね。そうなんですね。確かにそうなんだよな。でもね、俺ね、牛のお乳のことを思うと、牛のお乳ってすんごい。ものすごく出ますよね。バッバッババッバッもうあの、バケツに、ジャラジャラジャラってなんですよ。出ます、出ます。あの、ゲロみたいなやつでしょ。バッバラバラみたいな。いや、じゃあもっと鋭くですよ。あ、絵が見えと、レーザービームのように、ビーッと。出るんですよ。まあ、アンナさんの牛の意見によって、却下これは。はい。興味がないのは薄いっていうのも、なんかいいですね、傾向として。有限会社、合敗さんの、はい。ザセロン。勝負パンティーなんかじゃなく、具で勝負していこうぜ。いいな、ね、新しいパターンだな。だこれ、ケーキ買ってもケーキの箱に騙されるなってことでしょ。箱なんてどうせ食えないんだから、中のうまさで勝負していける。正しいと思う。俺も正しいと思う。正しい。具で勝負していこうぜっていうのがいいね。これは新しいぞ。女にとって、はじめどっから発生したのか知らないけど、あれを具と呼ぶの。女の人が具って呼ぶようにしたの？たまに言う人いるじゃん。俺すごい萎えるんだよね、それ。言ってほしくない言葉の一つではあるね。あ、具が出ちゃったみたいな。僕、具と織物だけはちょっと避けたいとこがある。ちょっと弱いんだ、そこ。何か。弱いんだ。まあ、大概弱いよね。弱いんだ、なんだか。これは、じゃあ同じこと。ね、グー見て、グー見てって言われた時にどうすんの。アンデさん、グー見てって言われたら。バジグーとか言うしかないよね、バジグー。バジグーってパー出して勝ったとかぐらいしかないじゃん、ね、対処の仕方が。ねえ。で、同じ人はそれでいいけど、男の場合はないでしょ。グーみたいなのはないでしょ、言い方が。女の人がこれ言っちゃうカリとか言われたら嫌だとかあんま聞かないよね。あんま聞かないよね。うん、まあでもカリって言ってる人もあんま聞かないけどね。まあね。まあでもこれ正しいと思います俺。うん。俺も正しいと思う。じゃあ正論だ。これは正論だろう。正論だよ。はい。はい、正論。今日二つ？あ、二つも出ます。はい、やりました。はい。二つ出るとなんかすごい仕事した気になるね。この間は全然出ませんでしたね。はい。今日は、三浦さんが持ってこられました。僕は音楽を。あ、はい。あ、かけていただけますか。はい。これ、ずいぶん前に買ったんですね。はい、レコードでした。レコード買って、はい、好きだったんでしょう。レコード、セックスの BGM を探してる時にボロンと落ちてきましたんで、あ、これだと思って持ってきました。来てみましょう、はい。ガスタンクというバンドでございますわ。ジェロニモって曲でございます。聴いてください。I'm gonna make it.
ということで、曲が間違っておりますということで、ステッチときます。これの聞いたジェロミノはこういう曲じゃなかったです。これはね、B 面の方でしたね。レッドインディアンズロックっていう曲でございました。はい、もう、失敗したら取り返しがつきません。生放送の宿命でございます。もうかけるしかございませんので、すいませんでございました。ジェロニモでございました。ということです、はい。ジェロニモじゃないんでしょ。ジェロニモです。あ、ジェロニモじゃない。ガスタンクでございます。はい、どうぞ。残念でございました。というわけで、おいとは次のコーナーに参りましょう。はい、マイフェラレディ F の日。F の悲劇。よん。放送中、不手際な。不手際が目立ちましたことをお許し願います。でも、俺大好きだったんだよね。僕はなんかちょっと、あれどうしたんだろうこの放送ってなるのが。後ろ後ろ志村志村みたいな。ちょっと違うかな。ちょっと違うけど。というわけで、早速来ておりますので、はい、ラジオネーム、ウロボロスさん。男の方からのメールでございます。はい。男の人だからって言ってしまわなくてもいいです。あ、そうですか、わかりました。今、ついチャックを上げてしまいました。はい。上げといてください。あつやさん、みなさん、こんばんは。僕は男でしかも童貞なんですが、はい、F の悲劇があります。あ、はい、はい。僕は体が柔らかく、先っちょだけなら自分のチンコを加えることができます。この特技を利用して自分フェラチオ、JF。で、オナニーすることが時々あるんですが、先日ベッドの上で JF してるところを、母親に。ケネディ大統領的な、そうですね。かっこよさがありますね。ケイが言ってないんですけどね。母親に見られてしまいました。あ、はいはい。あ、やってるとこ、一人フェラーをやってるとこ、はい。生きり立ったチンコを毛布で隠しつつ、ヨガをやっていたと言い張りましたが、うん、父親にも JF を報告されてしまい、うん、気まずい状況が続いています。うんうん、なお、自分感謝、JG、自分感謝ね。あ、自分感謝。JG した後。え、それぞれいつも JG してんの？はい。JF から JG してるんです。あれは、相手にかけるからこそ満足感があるわけで、やっぱ己にかけるんですよ。はい。あ、なるほど。JG もした。JG、はい。した後。自分の顔をティッシュで拭くのは、なんとも切ないです。正論自分で正論って書いてるんだよ。偉いね。偉いですね。あの人ですよ。ハネルの扉のあの人ですよ。キングコングだっけ？違うわ。鈴木の方誰でしたっけ？あ、ドランクドランクだ。頸椎。あれよくね、ぐっと一人フェラーやってますよ。テレビでも。うん。ぐるっとこう。ぐるっと。丸まったりしてますよ。俺も、ある時、ちょっとできた時あったんですよ。先まで舐められることで。ギュギュって言ったら。あ、しょっぱいとか。いいんですか？よくはないですね。あんまよくはないんですけど。苦しいのが先に立つでしょ。そんなことないんですか？よくやりませんか？僕、胃が、下がる病気なんですよ。はいはい。イカスイ。イカスイってやつ。はい、イカスイってやつ。うん。うん、あれをよく、ベッドのところで逆立ちをするんですよ。僕、ちゃんとした逆立ちはできないんですけど、壁を使って逆立ちした時に、もう全部パンツ脱ぐんですよ。うんうん、まあ、その時に、上からこう、爆弾が落ちてくるみたいに見えるんですよ。ああ、見えます見えます。見えるでしょ。それもやったことあります。よく米軍のフィルムで、はい、B29 から爆撃を落とす時に、はい、爆弾が下に東京上空に落ちていく図見たことあるでしょ。うんうん、あるある。あの状態で、こう、ボンブが、己ボンブが落ちてくるように見えるでしょ。で、あれを、こうやって逆立ちながら、やらしいことを考えたりして、ぐーんと逆立ちさすんですよ。逆立ち。逆立ちですよ。逆立ちのような、ね。僕のおじさんですよ。僕のおじいさん。おじいさん。ぐーんとね、こう、普通はそのニュートンの法則で、下に下がっていく、ポールが、こう、ぐーんとエビ反りのように立っていくんですよ。これは感動的ですよ。いいですね。やってください、これ。俺はいいね。これいい。それは、それだけでも見る会話。会話ね。大雨でも、花ぐらいは雨宿りできますから、自分で。はい。こう、逆立ちした時に、袋がこう、下にこう、垂れ下がってくる、ね、あの感じがいいですよね。危ないと、ね、落石注意みたいな、あるでしょ。あれがこう、ゆっくりこう、ゆっくり動きながら、こう、落ちてきますよね。宇宙。あれ、意外と面白いんですよね。あれがやっぱり、自分を見つめるっていうことじゃないでしょうかね。いいと思いますよ。はい。一日一回は反省の意味を込めて、自分で見つめてください。一日一回は、はい。
もう、イカ水も治るし。はい。いいでございますね。はい。続きまして、ま、あ、来ましたよ。来ましたか。ラジオネーム、マリリンさん。お。皆さん、安西さん、こんばんは。はい。その、いつものレストランなのですが、そのいきなり本題ですから。失恋レストランですね。はい。そのいつものレストランなのですが、うんうん、テラスがあって、そこのテーブルの上は、定番の F プレイスで。それって、あれじゃないですか、外でオープンカフェってやつじゃないですか。オープンカフェ、レストランのテラスのテーブルの上が定番だそうです。よく行っていました。ある夜もいつものように行っていたところ、だんだん夜が明けてきて、薄明るくなってきました。すると、ブーンというバイクの音が聞こえてきました。え?と顔を上げたら、新聞配達のおじさんのバイクで、瞬間顔を上げてそっちの方を見た私は、そのおじさんと目が合ってしまいました。あ、はい、ほんの1メートルぐらいの距離だったし、完全に見られたと思います。はい、私は、どうしよう、見られちゃったよ。かなりショックだったのですが、シェフは、もうシェフ。まあ、しょうがないよ、と、割と冷静でした。また、別の男の人となのですが、あれ?温泉の部屋で行っているとき、中井さんに見られたこともありましたが、その人も、ああ、ぐらいで動じていませんでした。あれ?男の人は見られたとしても平気なのでしょうか?それとも平気なふりをしていただけなんでしょうか?でもそのマリリンさんの口の中に隠してるから、ね、自分のものは。ああ。だってパンツ履いてると同じじゃん。見られてないんだよ、ね。見られてねえもん。その人、男の人は。ずる。そうだわ。もうずる向けだ、それ。ということで、今日はこのマリリンさんに電話つながっています。これは本当?本当?すげえ。本当につながってんだって。本当につながったの。すごーい。なんか先週、電話をかけてきてもいいですよ。言ったよね。言ったね。あったので。ちょっと打診をしたところ、本当にこの人がかけていいって言った、はい、顔にかけていいって言った、顔には言ってませんでしたけど、電話はいいということで、いや聞いてみてください、顔にも俺あかん、こういうのすごい弱いんで、だってあれ三人がいる弱いんだから、弱虫なんだから、散々もう今まで話したじゃん、もう聞いてると思うよ今、そうすげえそれ、もし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 、ほら、ああ、こんばんは。ごめんなさいね、こんな時間まで。大丈夫です。大丈夫ですか?はい。いつも、ファックスを、事前にいただいているので、起きてないのかと思った。あ、全然起きてます。大丈夫です。ああ、やった、はい。今、ところで、このラジオ聞いてて大丈夫なんですか?うん、大丈夫ですよ。ふんって何ですか?ふんっていうのは何ですか?え?まさか今、シェフが後ろに?今、ふんって言ったでしょ?いないいないいない。今、犬の挨拶でしょ、今の。大丈夫ですか大丈夫ですか?はい。いつもありがとうございます。いいえ、どういたしまして。もう僕たちこれを楽しみにやってますからね。もう3時半からはこればっかりですから。すごいね。おい、どこ静かだよ。今俺ちょっと、チンコ触ってんのよ。静かになっちゃったでしょ。今ちょっと触ってるから。この声かっていうことだよね。今、何人もいると思うよ、リスナーの人。あ、この声だ。あ、マリリンさんだ。今、そちらは、こんな話をしてても大丈夫なんですかね?大丈夫です。一人で電話してるんですか?はい。一人で電話してるんですか?一人です。コックさんは?コックさんは?シェフ。シェフさんは?もうシェフ、もうとっくに分かれてるんです。とっくに、あ、そっか。はい。だから大丈夫。そこのお店はまだやってるんですか?やってますよ。やってますか?やってます。駅前ですか?え?駅前でしょ。駅前ですか?駅前なんですか?大体分かるんですけど、僕そこら辺の状況。はい。でも多分違うと思います。違いますか?うん。もうちょっと、それじゃあ街中なんだ。街中でこれ見られたんですね。それじゃあ新聞入ったの。そこはね、そんな街中がないんですよ。うん、確かに。ないでしょ?街じゃないんですけど。うん、うん。でも、駅前じゃないです。駅前じゃない。うん。単線が廃止された近くですか?そうです。でしょ?単線廃止されたでしょ、そこの。されました、そう。されましたね。通勤とか通学の単線ですよね。そうです。ねえ。お店は単線の方に向かってるんですか?いや。すげえ名物になってんじゃない。もうね、ここのね。その近くに記念館あるでしょ。記念館なんですか?学校の、学校のですね、グラウンドがありますね。ほんで、その向かいが記念館なんですよ。違いますか?ないですか?多分それは違います。違いますか?
単線は当たってました、ね。単線当たってました。兄今何が知りたいんですか。あのね、大事なことは。また行くから、それ。いい、うん、大事なことはね、うん、ここに行っても、うん、マリリンさんはいないよ。ああ、そうだ。シェフしかいないんだよ。だからその、でも、思い出がこびりついてるでしょ。そうだ、このテラスのテーブルの上か。と思って、俺もその、同じ目線で、同じ写真撮るじゃん、そう。ああ、そうか。うん、マニアだから。あ、それ見たいね、なんか。見たいでしょ。あ、それはちょっといいよね。うん、まあ、今は、あの、シェフの方じゃなく、温泉の方ですか？いや、温泉ももう終わりました。温泉も終わっちゃったんだ。いや今はまた、新たな、恋をやってられるんですか？いや、今、空いてます。今空いてる。空いてますっていうのもね、空き室あり。はい。マリリンさんとしては、こう、この話からして、不本意なことはないんですよね、いつもね。あの、嫌、うん、だなとは思ったことはないんですもんね。うん、あの、当時は、全然思ってなかったです。はい。うん、でも、思い返してみると、ちょっと違ったかなとも思うんですけど。マリさんは、素人じゃないですね。素人です。素人ですか。なんか、堂々とした、こう、口ぶりで。うん、でもね、もし、こんなこと言うのか、こんなことか。あ、急、乗ってきましたね、な、兄が。ごめんなさい、もうすごい後で。全然、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 あれですか、直伝、エロエロなぞなぞ、挑戦してみたいです、はい、と、もう書かれてるんですけれども。はいはい、これ、ハネさんやってください。これ、よろしいですかね。はい、どうぞどうぞ、ハネさんやってください。これ、いや、でもこれ、エロエロなぞなぞやっちゃうと、もうそれじゃあさよならになっちゃいますよ。もっと聞いておきたいこととかあるんじゃないですか。たびたび電話するわけにいかないですから。もう。どう、なんでもどうぞ。ここの電話番号にかけると会えるんですか？おいおい高い野郎最低だねでも、すっごい、すっごいドキドキするよね。いや、そうですね。どうぞやってくださいもん。いや、だって、マリンさんのいろんなことをある程度は知ってるわけじゃないですか、俺たちも。そうですよね。意外のことは。そうですね。クリスマスのね。うん。クリスマスのケーキの話は、僕たち実際にいろいろシミュレーションしてみたんですけど、無理なところもいろいろあると。うん。よくろうそくが立ってたとか。そう、ろうそくとは言ってないですよ。ろうそくじゃなかったんですか？ろうそくじゃないですよ。まず暖炉の近くで頭が熱かったと思うんですよね、その男の。いや、でも、うん、暖炉の前も、うん、冬場の F プレイスなので、ね、夏はちょっとテラス寒、あ、冬はね、寒いので、冬は。あららららら。もうそんなマリリンさんにそれじゃ謎謎出しちゃおうかな。はい、優しいのお願いします。わかりました。難しいですよね。難しいかもしれません。毎回難しいですからね。兄も一緒に考えます。はい、僕も考えます。はい。ラジオネーム少年ボーイさんからの出題でございます。はい、エロエロ謎謎。うん。ラグビーボールに挟まれた。うん。あったかいバナナで。うん。先が神社の鈴。うん。これ、なーんだ。いいですか？ね、よく考えてくださいよ。ラグビーボールに挟まれた。ラグビーボールがだから2個ってことでしょうね。はい、あったかいバナナ。あったかいバナナですね。はい。ラグビーボールに挟まれた。そのバナナの先がですね、うん、神社の鈴になってるんですね。明治神宮。はい、彼氏がラグビー選手で、応援にお弁当を持って行ってる彼女のお弁当箱。ね、中にね、鈴ついてますもんね。入ってねえよ。わかんないかな、割と簡単な問題出したつもりだったんだけど、ラグビーボールですよ。茶色い。はい、花園ラグビー場。だからよく聞いた花園の真ん中がバナナですよ。あったかいバナナ。あったかいバナナがこう、あったかいバナナですよ。温度のあるバナナ。形はバナナだけど、あったかい、触ると。形はバナナであったかい。そうですよ。ちょっと握ってみてくださいよ、バナナをね。兄はいいですよ、握んなくても。鈴が先に ついてる、うん。鈴状のものですね。鈴状のもの。あったかいバナナ。もう、そろそろ負けてきた。鈴木りんりん。惜しい。全然間違ってるし、それも。あったかいバナナ。ランランと間違えちゃった。さあ、じゃあ、そろそろ、え、大丈夫ですか？ちょっと、思ってるのあるんじゃないの彼女。
あ、なんか、当たってないと思うけど、それ。3文字？あ、それ、当たってないかもしれないけど、もう、時間ないから言ってもらおうかな。なんだろう。チンコ？正解！え、正解じゃん！正解だよ。正式にはチンポだったけどね。あ、だと思うんだ、俺。なんか、そんな気がした。あ、ごめん。でも、当たってる、当たってる、当たってる。間違ってる。今、なんて言いました？チンコ。あ、当たって、チンコでいいんだか。当たってるの？当たってる。でも、本当は、チンポって言おうとしたんですよね。え、チンポって言おうとしたんじゃなくて？チンポ。あ、当たってる。当たってる、当たってる。当たってた。あ、もう景品が浮いちゃうかと思った、今。景品が何かもらえる。なんかもらえる、もらえる方がいい。なんかもらえた方がいい。なんかあげる。なんかあげますよ。必ず。必ず。はい。ほんといつもありがとうございます。ありがとうございます。こんな遅くまでありがとうございます。またぜひ、ぜひぜひ。いつも本当にお会いできる日は楽しみに。おい！というわけで、マリリンさんでした。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ほんじゃ、何ですか？曲ですね。はい、コマーシャルに行っちゃったらいいしますよ。曲ですよ。曲行っちゃいますか？コマーシャル行っちゃいますか？はい。まあ、どっちでもいいや。というわけで、コマーシャルです。The power is on 81.3 J-Wave。マリリンさんとね、はい、お話できましたし、はい、よかった。なんかもう一件落着っていう気持ちでございますね。はい、いやー楽しいですね。というわけで、それでは例のコーナー参りましょうか。三浦純の天使のいたずら、死んだらどうなる。なんだろうその、ほら落ち着いてきたから気持ちが。 あのマリリンさんと喋ったしね。落ち着いた、落ち着いた。だいたい正体はつかめそうになってきた、俺の中で。すっごいその、なんか、なんだかわかんないけど、ちゃんとしないと気が収まらないタイプなんだね。そうです、僕は。はい。ラジオネーム、北王子カエルさんから来ております。そういうペンネームってどっから浮かぶんだろうね。わからないんだよね。北王子金谷とカエル、柳谷カエル、カエル。本名が例えば北王子さんだったり金屋さんだったりとか、うん、するのかな。そんなこともないね。本名だったりしてね、北王子からそうかもしれないからね。本名で読んじゃったかもしれないよ。あのじゃ皆さんこんにちは。こんにちは。私が20代の頃、仕事のためにせっかくの日曜を環状7号線で渋滞にはまっておりました。はあ、周りは休日のため家族連れやカップルばかりでした。うん、ふと何気なく前方の車を見ると、はい、さっきまで助手席にいた女の子の姿が見えません。あら、そうすると前の車が妙にふわふわした動きをするでございます。あら、そうです。なんと前のカップルは白昼堂々と女の子に封をさせていたのです。あら、そこで、急にいたずら心がムクムクと湧いてきた私は、そっとその車の前に割り込むと、思いっきりブレーキを踏んでやりました。お、危ねえじゃん。え、前に
ガープの世界みたいになっちゃう。今怖いガープの世界。うん、そーっとバックミラーを覗くと、うん、大事なところを噛まれたせいか、あら、すんごく恐ろしい顔でこっちを睨んでおりました。あら、こんな私は天使でしょうか、それとも地獄行きでしょうか。地獄行きです。これ地獄行きだ。てか俺も地獄行きだと思うよね。クラッチ地獄っていうのに落ちる。クラッチ地獄、はい、ちょっと待ってください、はい、あのクラッチっていう機能が自動車の中でどうなってるのか分かってますか。大丈夫大丈夫でしょうかね。大丈夫大丈夫ですかね。車といえば特大事か俺ですか。はい、お願いしますよ。もう地獄に落ちるなり、はい、鬼の肉棒を口の中に入れられて、はい、トップやサードやなんとかや。なんとかや。カンカン、カンカン、口の中でクラッチを入れられました。厳しい。こう、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 こうなりますから、口がこう。なります。あの、袋みたいにこう。はい。右のほっぺた、左のほっぺたから、ポンポン、ポンポンって突き出て。うわ、もう、クラッチカンカン。うわ、コンコンと。もうクラッチを入れ替えるのはやめてって言っても、コンコン、コンコンクラッチを入れてくる、クラッチ地獄です、これ。それクラッチになるだけで自分の体にも変化は起こんないんですか？起こんないですよ。クラッチ入るだけですか？入るだけ。口に入れる、ここの動くだけですか？はいはい、ほんで、そーっとクラッチを鬼のやつ出してみたら、先のとこに水中感みたいなやつがついてる場合もあるんですよ。クラッチですか？あるでしょ。背中に玉砂利みたいなの引いてある。あの、クリスタルみたいなのに入ってて。あれは何がいいんですか？あんなところにクリスタル入れて。わかんないですけどね。クラッチをしかも、今、アニーノは逆さにしたわけですね。逆さです。はい、うわ、すんごい。怖いでしょ。この地獄は同じだ。本当にね、口がいくらあっても足らへんわって言ってました、落ちた人が。足らへんわって言ってましたよ。もう怒ってました、本当に。足らへんわと。知ってましたか、はい、これは気をつけてください。もう完全に地獄入っちゃいましたね。かわいそうですね。続きましてはラジオネームズンさん。はい。中学時代のことです。夜10時頃までの学習塾のかったるい授業を終えた後、うん、僕ら3人は毎週2回カーセックスハンターとなり、真っ暗闇でカーセックスを行う車両を見つけては、うんうん、ドラゴン花火を、車の脇で着火したり、セックス車両の固有振動数に合わせ車を揺らせていた僕ら3人にはどんなあの世が待っているのか教えてください。レッカー地獄です。知ってること全部言ってますよ、車関係の。いや、びっくりしますよ、このレッカー地獄は。びっくりしますよ。本当びっくりしますよ。はい。寝てると思ったら、どこで寝てんだって、急に場所が違ってるんですよ。もうね、寝てられないですよ。レッカーずっとされてますから。ずっとですか？はい、ずっとです。いろんなとこにレッカーされてます。もう気がついたらヒルズの前、気がついたら高円寺の、もう中華屋の前とか、いろんなところの前でレッカー続きですわ。それは何ですか？あの世ではなく、現世で起こるんですか？現世で起こるんですよ。怖いですよ、これ。これは怖いですね。これはもう、気づくわよ、ほんと。落ちます、これ。怖いですわ。これは一番怖い。はい。劣化地獄。はい。はい、気をつけたいと思いますね、はい。ありがとうございます。罰金は払わなくていいんですか、その場合。罰金は払いません。はい、罰金がもう体罰ですから。あ、はい、わかりました。背中ズー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 すりますからね。気をつけてくださいよ。床ずれとかしますよ。わかりました。はい。じゃあ、ここで曲ですかね。はい、スクープオンサムバディさんのスマイルアゲイン。
flow of cool sounds. 81.3 J-Wave.映画の方はアイデン&ティティの、その後は3ははい、わからない、わからない知らない、最近は音沙汰もなく、そうですね、舞台挨拶ないですからね、勝手に舞台上がっていっても怒られないでしょいや、してもいいけど勝手にもう係に取り押さえられると思うんで舞台挨拶したいんだって言っても怒られると思うんだ、多分だと思うんですけどね、いつ見に行こうかなまだね、多分ね、ロングランになるかもしれない、あの長いことやりますよ、多分、そんなこと言われたらまた伸びちゃうよ僕ね、ちょっとね、今ね、急に新コーナー思いついたんですけど、いいですか、何ですか、何ですか、何ですか、本音三つおっていうコーナーなんですよ、えやりたいんだものとか本音の三つおの三つお文体で本音を語るコーナー、ほんでそれを、はいはいはい、あの筆で書いて、日めくりカレンダーを将来的に作りたいんですけど、ね、はい、今急に思い立ったんですよ、本音三つお、今年の榎戸一郎さんの年賀状が猿だものって書いてあった、まあ本音三つのですよね、それもだからあそこ臭いんだものとか、それによって何なのかとはわからないけど、だものね、だものね、本音三つのコーナーで、あー、いいですね、というわけで、はい、もうこんなこと言ってる間に終わってしまいました、すみませんでした、おやすみなさい、あんたやめろ、みなさん、みなさんでしたバラバラ